私はネオ X です。すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、そして私も消えよう、永遠に。はい、もうね、なんでこうなったっていうビジュアルなんですけど、もう X ですの影も形もないんですけど、はい、これが FF5 の真のラスボス、ネオ X です。はい。で、最初に、あいつをやらなきゃいけない。やばい。デルタアタックしてくんなかったな。まずい。当たるかな。あー、ダメだ。失敗ですね。それでは皆さん、さようなら。はい、何かっていうとですね、まずこのネオ X ですは、攻撃箇所が4つあるんですよ。で、まず4つあるうちの右下のパーツを石化させないと、このアルマゲストという技を食らって、一瞬で死にます。だからワンダーワンドをブレイクにしてたんですが、ちょっと今回は失敗ですね。はい、ではもう一回行きましょう。はい、もう一回行きますっていうところなんですが、すいません、ちょっとね、収録はしたんですけど、音声がちょっとトラブっちゃいまして、声がね、なんか途切れ途切れになっちゃったんですよ。なので、ちょっと声だけ別で取り直させていただいてます。すいません、ご了承ください。はい、ネオエクスデス戦ですね。右下をとっとと石化させないと、飛んでくるアルマゲストに耐えれないんで、まあ、即全滅になっちゃうんですが、もう石化させる確率って大体ね、15% ぐらいと見てます。まあ言い換えれば 15% で勝てる。っていうことですね。はい。本当はこれエアロガじゃなくって、デルタアタックしてほしいんですよ。デルタアタックの効果で石化するんで。はい。で、ワンダーワンドで、これがね、うまくブレイクが効いてくれてですね、右下をこれで石化させることができました。これほんとうまくいったなと思ったんですが、ちょっとね、これ何が問題ってね、さっきからずっとこうネオ X ですが、振動してると思うんですが、これはアルマゲストを放つ前に振動するんですよ。ただ、アルマゲストを放つパーツはもうないんで、この先ずっと振動してるんですよね、ネオ X ですが。なので非常に、まあ、目に良くない。はい。で、右下を倒したら、次はですね、左上を狙います。で、左上はですね、グランドクロスという技を使ってくるんですね。で、このグランドクロスは何かっていうと、全、状態以上、18種類あるんですが、その18種類の状態以上から、1つをランダムに選択してこっちに与えてくるっていう技です。まあ、耐性残存技を使ってるのはですね、この、何もこのグランドクロスを耐えるためですね。ただ、左上はですね、実は麻痺に耐性がないので、マインドブラストを連発することで、動きを封じることができます。まあ、ボスフラグ持ってるんで、麻痺自体はすぐ、解除されちゃうんですが、結果的に悪天タイムバーが初期化されるので、グランドクロスを食らう頻度自体は下がる、っていうことですね。ただこれね、非常に、きついのがですね、これ、グランドクロス食らっちゃいましたね。まあ、さっきのね、ディスペルなんかで分身消されると、どうしてもその分身を張り替えなきゃいけないんで、そこでちょっとね、手を取られてしまう。ってなると、グランドクロスがこうやって飛んでくると。まあ、今回はセーフでしたね。耐性残存技で防げてる状態以上が飛んできたみたいですね。食らってまずい状態以上としてはですね、ゾンビとしての宣告。この二つはもう食らったらもうアウトと、もうほぼ全滅なんで。で、あと、カエルも結構厳しいですね。カエルはですね、回避率がゼロになっちゃうんで、左上、じゃないか、右上か。右上の物理攻撃を食らうと、回避できないって死んじゃう可能性が高い。なので、ゾンビ死の宣告はもうアウトで、カエルもできることなら食らいたくない。逆に言うと、この3つ以外の15個だったらどれでもいいかなっていう感じですね。はい。
振動してるから本当にね、すごい処理落ちが入ってるんですね。このネオエクステス戦ね、スーパーファミコンの時はどうだったか知らないですけど、ものすごくね、処理落ちが激しいんですよ。なのでね、この処理落ちによってね、ちょっと操作ミスとかがね、出る可能性がありますね。はい。で、マインドブラストの威力は低いので、さっきから魔法を頻繁に使ってるのは左下のパーツなんですが、この左下の使う魔法がどれだけ左上に跳ね返ってくれるかっていうのも結構重要ですね。はい。このね、X ですが、なんでこうなったかって前回言いましたけど、これ決してね、X ですが、パワーアップしたってわけじゃないんですよね。X です自体はもう無に飲み込まれて消えちゃってるんですね。なので、このネオ X ですっていうのは、もう X ですとは本当は別物なんですよ。完全に無に飲み込まれた X ですが、まあ多分、今までにこう、無に飲み込まれていた存在というのが多分いっぱいいたんでしょうけど、それらとなんかうまいことミックスされて、なんかたまたま出来上がっちゃった系のラスボスみたいな。これちょっとね、びっくりしたんですけど、ちょっとね、打撃がね、さばききれなくなってますね。これ真空波、よくこれ耐えましたよね。乱数が高かったら、多分死んでる。うん。やっぱね、完璧ではないんですよね。マインゴーシュで4分の1で物理回避できますけど、で、あと縦回避も 90% あります。で、分身もあるんですけど、それでもやっぱり当たるときは当たるっていうね。で、ちょっとね、嫌な予感はしてるんですよ。前座の X ですのときに、マジックハンマーがすげえ外れて、全然当たんないなっていうので、なんか、ちょっと調子悪いなーみたいなことは、実は考えてたんで。はい。まあ、ひたすらマインドブラストを放ってるだけなんですが、これもね、結構大変なんですよね。エクスレス戦で、ヘッダー MP を全開にしてから挑んでるのは、このマインドブラストをずっと連発し続けるんで、まあ MP 自体は多分尽きないと思うんですけどね。ただその後、またレベル3フレアとかも使うんで、そこでまた MP 回復とかで手間取っちゃうと、良くないかなっていう。そうなんですよ。このね、ネオエクスですなんですけど、一応プランとしては、この左上をまず倒して、で、最後に、左下と右上を、ほぼ同時に倒さないといけないんですね。で、これなんでかっていうと、まあ、前も言いましたけど、ネオエクステスは4つのパーツがありますと。で、この4つのパーツのうち、3つが倒れて、1個残っちゃったってなると、行動パターンが変わるんですよ。で、メテオとか、真空波とかを2連続で使ってくるようなパターンになっちゃって、こうなるとね、もう勝てないんですよね。なので2つになったら、残りがね、残り2つになったら、その2つを同時に倒せるようにうまく調整しないといけないと。そのためにこの左上をまずやって、残りの右上と左下を先にやろうとしてます。あ、違うね、先にやる。ああ、やっぱ難しいね。声をね、後から取るってね、やっぱ難しい。今回の人ね、久々に収録ミスったのね。多分ね、まあ、この動画と次の動画で最終回になる予定なんですけど、次の動画でも多分同じこと言ってますね。もうね、後から撮るっていうのがね、やっぱ難しい、これね。なんかね、いつだったかな、どっかでも言ったと思うんですけど、ポップローグだったかな、ポップローグの実況の時も、声をね、撮るの失敗して、後から撮ったっていうことがあったんですよ。その時も言ったと思うんですけど、
何喋るか本当た困るなっていう。うん。で、この時僕が何を言ってたかもね、もう覚えてないんでね。もう僕はもうひたすら左上にマインドブラスト放つのことで必死なんですよね。ただ多分ね、結構いい感じだなとは思ってるはずで、結構あの左上に魔法が跳ね返っていってるんで、まあ、こんな感じでね。なんかすごくいい感じにダメージが蓄積されてってるから、あのすごく調子いいんじゃないのっていう。嫌な予感をした割には、結構いい感じにダメージいってるよねって、こう、ちょっとこう、勝てるんじゃないかっていう雰囲気にね。この時から鳴り出してる感じですね。まあ、それにしてもね、この、すっごいもう、目が疲れる。実は地味にですね、Sタンスに変えたんで、グラフィックがちょっとね、綺麗になってるんですよ。なんとなく文字とかが、くっきりはっきりしてるのがお分かりいただけるかと思うんですが。ああ、もうなんかね、どうしようかな。こんな感じで、右上に、もう、魔法が跳ね返っちゃったりすることあるんですけど、まあ、さっきも言ったように、パーツ1個だけ残っちゃうとまずいんで、左上を今倒そうとしてるときに、右上にダメージがいくのってあんまり、こう、得策じゃないというか、なんか言ってほしくないっていう感じなんですよね。でね、このディスペルの頻度がね、結構高いですよね。実はディスペルは、確かね、右下以外のパーツはね、ディスペルを使う可能性がある。これちょっとか、ちょっと危ないですね。ちょっとこれは、これエリクサーあって使っちゃいましたけど、グランドクロスでどうなるかを待ってからの方が良かったですね。これでカエルとかになっちゃうと、ちょっと良くなかったですけど、耐えましたね。多分、何だったんだろう。耐えたのか、多分瀕死じゃないか。HP 残ってたからね。まあ、どうにか耐えましたね。ちょっとディスペルね。こう頻度がすごい高い。あんまりこうディスペルでね、分身消されてるとね、こうグランドクロス封じが破られちゃうんで、まあ良くないですよね。で、実際ちょっとね、打撃も結構当たり出してるんで、すっごいなんかね、操作が重いんですよね。この時。まあ、ほぼほぼね、物理は、このディスプレイで消されない限りはね、物理は安全なんですけど。でね、こう、本当はやっぱね、ワンダーワンドで右下を石にするよりは、デルタアタックの反射で行った方が、いいんですよ。ワンダーワンドで行っちゃうと、やっぱこのね、振動が辛い。本当にね、多分背景のこの、なんていうの、流れるような感じが、処理落ちの主な原因なのかと思うんですが、これに加えてこのネオエクステスのこのでかいグラフィックを振動させてるから、相当ここがやっぱ重たいんじゃないかな。これ、ね、プレステ2でもこの重さなんで、スーファミの時どうだったんだろう。でももしかしたらね、プレステ2とスーファミだったらなんかもう、全部メモリに乗っけてるから、あんまり処理落ちしないかもしれないですよね。プレステ2はどうしてるかちょっと知らないですけど、まあ、多分メモリに乗っけてるよな。読み込んだりはしないと思うんですよね、この時に。まあ、あと何歩で左上倒せるかな。パーツはね、実は微妙にそれぞれ HP が異なってて、右上が一番低いんですよ。右上の HP が5万で一番低くって、右下と左上が5万5千だったかな。
で、左下が一番 HP 高いですね。6万かな。なので、魔法が跳ね返ってくんないと、マインドブラストのあの低威力で5万5000を削らないといけないんで、結構しんどいですね。だいたい一発で900ぐらい食らうとしても、60発、いや、63、4発はいるか。あ、またグランドブラス来たね。もうほんとね、心臓に悪いですね。あの、本当に毎回ヒヤヒヤするんですよ、これ。ゾンビとか死の宣告になんないかなっていう。今回もセーフですね。これ、ね、デルタアタックはもう正直ね、あの、右下が死んだ今となってはもういらないんですよね、正直。威力低いからね。それよりは、崖魔法とか、フレアとかホーリーを跳ね返してほしい。で、左上にね。うん。で、ネオエクステス、パーツ4つあるって言いましたけど、実はそれとは別に、攻撃対象として指定のできないダミーのパーツが2つだったかな?あるんですよ。で、リフレクの反射で、そのダミーにも行っちゃうことがあって、まあ、それはね、ダメージにならないんですよね。で、あの、乱れ打ちとかそういうアビリティもあるんですけど、乱れ打ちとかすると、ダミーの方も対象になっちゃうんで、思ったようにダメージ与えられないですね。もともとね、4体いるようなボスだから、あんまり乱れ打ちは有効ではないかもしれないけどね。あんまり良くないですね。右上にダメージがいっちゃうのは、あんまり良くない。いやー、ちょっとどうしようかな。本当に、だんだん喋ることがなくなってきたんですけど。あのね、言ったらもうこのネオエクステス戦は、このマインドブラストを延々左上に放つっていうのが、多分ね、7割8割ぐらいを占めちゃうんで、本当に喋ることないな。どうしようかな。このマインドブラストのこの脳みそを吸い取られたっていうのもちょっとこう、気になりますよね。あの、吸い取ったんじゃないのっていう。このデルタアタックじゃなくて、やっぱ崖をやってほしいとこですね。多分この時ね、あの、あと HP どんだけあるんだよとかいろいろ考えながらやってると思うんですけど、もうね、余裕は全くないですね。あの、ディスペルに対して、こうやって、分身張り替えて、で、さらにマインドブラストをこう、放ち続けてるんで、やっぱこのね、結構単純作業になっちゃってるところはありますね。なので、たまにこう、処理落ちと重なって、操作をね、ミスるところがちょこちょこある。多分今までも操作をなんかね、ミスってるようなところはね、あったと思いますね。はい。で、なぜか、これがね、未だにわかんない。なぜかここでメテオされるんですよ。それで当然、死にます。これね、メテオ行動パターンなかったと思うんだけどな。はい。というわけで、次回、最終回になりますね。はい。では、お楽しみに。